はい、どうも、ザコジャテ袋です。今日はですね、ボロスのトークンデッキですね、を作ってみました。はい、まあちょっとピックアップとしてはですね、まあいつも通りって言ったらあれですけど、まあ裏バスクの陽光炉、まあ僕結構好きなんですけど、これ、入れてますと。ターンの戦闘開始時に速攻の X1 が出てきて、油カウンターがこれに毎ターン毎ターン乗ってて、その分だけ、まあ X プラス、いくつかみたいな。やつになると。で、トランプル持ってるんで、まあ、貫通してくれるってやつなんですけど、で、それで、まあ、ターンの終了時に、まず生贄に捧げないといけなくて、で、それを活かして、まあ、このノーンの水源ですね。これは、あなたが落としてるクリーチャー一体が死亡するたびに戦術1を行って、これの上に油カウンターを置けると。で、1マナタップで、そのカウンター2つ取り除くと、ワンドローできるってやつですね。なんで、まあ、これ2つぐらい出てたら、毎ターン毎ターンこれに油カウンターが2個ずつ乗って、毎ターン毎ターン1マナタップで、ドローできるというような状況が作れるかなというところでございます。はい。で、まあ、トークンデッキなんで、まあ、モンドラク、ベタに入ってて、で、まあ、攻め守り両方いけるエーデリン、で、婚礼の発表ももちろん4枚入ってて、センタル援軍も4枚ですね。で、まあ、ちょっとインスタント除去とかはあんまり、がっつり入れてない、まあ、邪悪2枚と稲妻2枚みたいな、感じで。で、稲妻も、まあなんかこれを、これがまあちゃんと出せれば、必死に向こうをブロックしていくんで、それでまあ、クリーチャーとどめさせたりとか、あるいは、まあライフ、まあほぼほぼ削り切って、あともう一息来た時に本体に打ったりとかっていうのもできるかなと思います。あとプレーンズウォーカーね。まあそんな感じですね。で、一応まあこっちの盤面、まあ並べれりゃいいんですけど、結構なんか軽く回した感じだと、まあこっちも結構クリーチャー、あんまり立てれなかったり、チャンプでいっぱいいっぱいになって、クリーチャーあんま並ばないことも結構あるんで、まあそういう時に、まあ、ウラブラスクの横路出てるっていう条件下のもとで集団失踪を打つみたいな。で、モンドラク出たりとかしてね。破壊符のつけたモンドラクつけてこれ打つみたいな状況を作れてもいいかなと思います。で、あと家の焼き払い1枚だけ、まあこれトークンでも、トークン出す方でも、連続か、クリーチャー全体、まあ5点番でも両方どっちでもいいかなって感じで、多少気に入りますね。はい。まあそんな感じでございます。はい。では早速やっていこうと思います。対戦よろしくお願いいたします。ロックキープ。どうしとくか。はい。やっとくか。こうしておこう。負けな走ってくる。はい。間に合うかなこれ。とりあえずね。おいよ、両方行け。で、死んで、脳の水源に乗っかると。ああね。まあ、これでいいか。いやー、いっちゃんきついやつ。いっちゃんきついやつだ。とりあえずこれ引いとくか。いや、除去欲しいからこれめくってドローしとこう。除去。ナイス。この戦術の強さよ。超ナイスだわ。はい。まあ土地でもいいけどね。いや、やめとこう。1マナタップでこれドローできるの強いよな。ベリアナ。Enough
with the mysteries. I've come. それどうしよっか。保存声出しとくか。ほい。One of your friends has to leave. 落ちました。で、ドローはしましょうか。いやまあまあいいでしょう。とりあえずさすがにそろそろこれやりたいのと。で、これ出しとくか。こうの、こうかな。I'll be back with friends. はい。この誘発が気持ちいい。土地ばっかりやな、マジで。四連土地じゃねえ、今。はいはい。はい、回復を阻止していく。殴ってくる。ああ、ありがてえ。お、ヨーコロ出しちゃうか。攻めろ、攻めろ。で、これだけ殴ろう。ちょっと遠く、守り部隊を出す、今。ああ、回復ありがてえ。相手全然ライフいってないな、こいついるから。またお前か、また君か。殴ってくる。はい、この戦術さんもったいねえな。とりあえずワンドをしとくか。あー、いいんじゃないですか、それで。これをもう置いといて、で、2体死ねるから、これで回復して 1,2,3,4,5,6 次だから土地引きたいねっていう話ね。あ、オッケーオッケー。こうして、で、次引いて、あとこれぶっ破すればいいか。めっちゃ戦術できる。戦術の嵐。どうする、ブラスか。はい、どうしよう。ブー、まあ殴らないわな、そりゃ。で、土地引いといて、あー、なるほど。じゃあこっちやるか。ほら、さあこっからよ。よっしゃ。さすがに無理。まあいいでしょう。爆破ついていくか。いや、こうしとくか。はい、兵士、兵士。ハービーいきなり出てくるね。アービンおかわりあるよ。はい、
なるほど。ちょっと特攻隊長先出しとくか。うい。さあ、カウントダウンの始まりですね。ちょっと邪悪が腐ってるな、これ。4以上のやつって見れるぐらいしかいないから、と思ったらちょうど出てきたわ。そいつを待ってたんだ。でもなんかここまで引っ張ってるってこと考えたら他に見れる もう1枚ぐらいあるかも。あと全部土地ですってことはないと思うんだけどな。まあ次モンドラク出せるから、一応こいつは3-3 2体以上では殴れるから戦闘ではこっちが有利になっていくはずと思いたい。4マナ、もう1枚見れるあるんじゃない。デニックか。ちょっと飛行戦力が増えるのはマジでいただけないんだよな。なんか2マナ残してんの気持ち悪いしな。まだある、何もない。ああ先こっち出しとくか。こうしてこうしとこうか。はい、まあ平時的だとこれ触れないからね。うえ、まあこっちガードされると思うけど、はい。まあそれはいいでしょう。はい、結構いい感じだけどな見た目は。ボーナス戦士、あ、じゃあエデリで正解だったな。はい、あ、もらう。あ、ほらおらおら、どうしたどうした。はい、これで破壊分つけると、もう一体粗暴な聖戦士あったら最悪に。でも貯めてたからあるかもな普通に。ああバウンス、ああそれきついな。はい、やばいね。ギリ出せる。でこれは殴らない。でまた回復できる。これが4っていうのがめっちゃめんどくせえな。さっきの大田原は聞いたわ。はい、あーこれで飛行に乗せていくパターンか。あーっていうか次で全員飛行になるからハービン除去んねえとマジやべえな。頼む除去。ああ除去なんだが、あでもこれトークン回復できるか。チコ玉とりあえずとりあえず回復しよう。回復だ。死ぬ子も一回で回復。おらーって、おらーって。いや仕事してるわ。初期値より良くなった。あーこれでも無理かな、足りるかな、ギリ足りる。あーこれ足りるな。マジか、足りたか。で5体でパンチ、あ5体、うんそうだよね、はいはい。で飛行付きで一周する。あしゃ、グッドゲームでした。
赤しかない。はい、黒ダメランばっかりなのが嫌だな。切り崩し打たない。ああ、避難の道とかあんのかな。それだったらちょっと、やめれってなるわ。はい。3ターン目なんでしょう。シェオルドレッドのあれとか。ああ、そうか。はい。ただ、殴れちゃうんですな。さあ、でも強端だと抹消者が出てくるとこっちは何もできなくなるよ。シェオルが出てきましたね。はい、2体出しとく。ライフゲインうまー。はいはいはい、はい、こっちも回復なら負けねえぞ。殴れ殴れ、えい、はい、はい、めっちゃ回復する。キッチー、残念だったな。リアにするやついんのか。いねえな。ギックスループしてきそうだな、これ。うん。これはね、全員殴っていいやつじゃないか。うん。削れてるけど、向こうの回復量がでけえ。まさかこっちも一緒かもしれないけど。はい、毎回3点ずつ回復するからね、これきっちりは。それきついな。おライフ払っとけ払っとけ。でも避難の道あったらマジで最悪だな、これ。でシェオルドとは今殺してもこいつエリアにされるから、はいはいはい、空中戦力をね落としに行くと。はい、回復量が半分になった。墓地侵入者、いやこっちしか来ねえな。けどさ、こいつらは心強い。まあいいのよいいのよ、攻め続ければ。このターンのライフゲインがないのもでかい結構。
で、シェオルリアニからの、こいつまたやられて、これ出てきて、ハンドが心もとないですね。堕落とか打たないんじゃないこれ。6マナで。のど首。はいはい。さあ、回復できなくなった。そしてドローができてしまうという、この待って、これ全員殴りでさ、いや無理か、さすがに11点でワンチャンシェオルが、でもこれブロックしなかったらいけるな。ブロックするか、これはブロックするか。はい。あ、あれ除去レーンのね。はいはい。はい。で、こうだな。次またブロックが出てくるから。ワンドロー。あー、でかいでかいでかい。これでかいよ。プロタンなのに回復しようとしてる。あー、堕落きた。いくつ ?7 点。痛すぎなんだが。厄介なやつね。うん、ターンもらおうか。土地しか来ねえな、ほんとに。どうなっとんの。さあ、ただ止めてみ、こいつらを。止めれるもんならな。5点は甘んじて、5点以上か。8点は甘んじて受けると。はい。ああ、ありがてえ。瞬足はありがてえ。さあ、これ勝負っすね。堕落来たら嫌だな、また。はいはいはい。荒らした。いや、ギリギリだね。まあでもシェウルとか出てきてはもう、これがずっと出てたら黒玉これ触れないから、やっぱ強いよね。なんか前も言ったような気がするけど。はい。で、最後はなんかトークンがいっぱい出るっていうか、これが縦に伸びて勝ったみたいな感じでしたけど、やっぱモンドラクと、ノーンの水源と、なんだ?ノーンの水源とあとこれか。これとか、あとライフゲインとかのやつも、コローとかも合わさると、なんかいい感じに回復しつつ、ずっと、殴れてトークンいっぱい出るみたいな状態が結構作りやすいんで、まあただちょっとコローがいないと守備がなかなか、まあこういうのとかこういうのとか、チャンプ、なんかブロックで殺すとかじゃないから、もうチャンプしてなんとか耐えるみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと、はい、まあライフゲインは必須かなって思います。持たないと思うんで、こいつが育つまでに。はい、まあそんな感じっすね。まあちょっと兵士デッキには負けちゃいましたけど、はい、まあなんか面白い試合だったからいいかなって思います。はい。まあ、そんなとこっすかね。はい。動画面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。超えていけた